こんにちは。もう一度聞くためのブルーハーツ全曲解説しております新井康介と申します。このブログについての思いをお伝えさせてください。ブルーハーツね、このバンドっていうのをもっともっと世の中の人に知ってもらわないといけないと思ってます。本当に素晴らしい。私はですね、高校時代にこの方々の曲に出会ってなければ違う人生を歩んでおりました。でそういう人がですね、一人でも多く増えたらいいなと思って、そういう思いでやっています。本当ね、ブルーハーツっていうのはビートルズとかセックスピストルズ、クラッシュとか、パンクバンド、ああいう超有名パンクバンドに匹敵する、私の中ではそれ以上のすごいバンドだと思っています。だからその感動をですね、皆さんにも共有していただきたいと思っています。で、私今27歳なんですね。だからリアルタイムで聞いてないんですよ。なのにこれだけ入り込めるってすごくないですか。それはもう作品の持つパワーのみですから、そのブームとかに乗っかってるわけじゃなくて、でこういう人はね、もっとね増えてほしいんですね。今の高校生、今の中学生、小学生、聞くべきです。なのでそういう人が一人でも増えたらいいなと思ってこのブログをやっています。でこのブログをきっかけにブルーハーツ好きの人とですね、なんか知り合いになれたらいいなと思っているんですね。やっぱ価値観が近いというか話も合うんですね。今までありがたいことにですね、私と同じぐらいブルーハーツが好きな人とですね、何人か出会ってきたんですが、やっぱりすごい話合いますね。それは一回私が真似事でコピーバンドでですね、ブルーハーツやってたんですよ。でそこのバンドメンバーなんかはすごい話し合いましたし、酒飲んでてもうまいんですよね。なんでなんかそういうね、きっかけにもなれたらいいなと。であとね、これはもうすごい先の話なんですけども、今27なんですけど、40歳頃にちょっとね、落ち着いた頃に、今ちょっとビジネスのことに集中してますんで、これ勉強会っていうところなんですけど、今これに集中してますんでできないんですが、コピーバンドをねまた結成したいななんて思っています。でボーカルやりたいんです。歌別に全然うまくないですよ。だけどブルーハーツすごい好きなんで、もう負けないんでね、みんなにそうそう負けないです。だからボーカルやりたいです。というかあとはギター弾けないし、そんなに、ベースも弾けないし、ドラムも叩けないんで、歌いたいんですね、単純に言うと。だから40歳ぐらいにね、親父バンドみたいな感じで、ブルーハーツやれたらいいななんて思ってますんで、その頃にやってくる人を募集しています。というわけでね、このブログを読んでいただいて感想とかあればぜひ聞かせていただきたいなと。どんな風にこういうこの曲を思ってるのかなってみんな気になるんですよ、どんなこと思ってるのか。だから気軽にコメントください。であとはですね、フロマニオンズとハイローズもめちゃめちゃ好きなんですね。で同じぐらい素晴らしいと思ってますし、またこっちも解説したいんですけども、なかなかねそういうわけにもいかないというか、まずはブルーハーツだけやっていこうかなと。で終わって余裕があればね、ハイローズなんかもやりたいなと思うんですけど、曲がね膨大な数になっておりますんで、それだけに避ければいいんですけど、そうもいかないんでね、誰かハイローズとかクロマニオンズの解説やってくれないかななんても思っております。そしたらね、お互い情報交換もできますし、であとはね本当に夢なんですけども、河本博さんと真島雅俊さんにねお礼を言いたいんですね。本当にもうね、何の会話したいかっていうと、ただありがとうって言いたいだけです。他のことは聞きません、ね、だからその日が来るまでにちょっとね頑張って解説なんかしていきたいなと。あとはなんかこれをきっかけにね、なんかブルーハーツ関係の何でしょう、本とかね出せたら面白いななんても思っております。いろいろ夢はありますね。ただ僕はブルーハーツをもっと世の中の人に知ってもらいたいっていうだけですね。で、冒頭にも書いたんですけども、その歌詞の素晴らしさを教えてくれた曲っていうのはリンダリンダですね。やっぱりドブネズミみたいに美しくなりたいっていうのがね、もう本当に衝撃的でしたね。ああなんかこんなこと考えている人がいるんだ、なんかわかるなっていうね、これについてはまた後ほど解説していきます。一曲一曲解説していくんでね、それも見てください。はい、なんで、皆さんブルーハーツ好きの人、これから好きになろうとしている人ですね、気軽に意見とか感想を交換し合って、仲良くなれたらいいなと思います。